中日ドラゴンズの上田投手、今年の対外試合の通算成績が驚異的なものになっています。対照的に不調の松葉投手と逆転で先発ローテ入りもあり得るんじゃないかという状況になってきました。阪神の岡田監督も評価する投球術、そして中日首脳陣の上田投手の評価、詳しく見ていきます。上田投手のこれまでの2軍での実績、ものすごいものになっています。2月16日阪神戦、2イニング投げて1安打1四球3奪三振の無失点、3月1日ヤマハ戦、5イニング投げて3安打のフォアボールなし、1奪三振の1失点、そして3月7日ホークス戦、これがもう素晴らしい投球でしたね。6イニング投げて無安打無四球5奪三振の無失点ということで、パーフェクト投球を見せました。これトータルしますと通算の防御率をすると驚異の 0.69 という数字になります。ヤマハ戦の1失点のみですね。奪三振率としましては9個のトータルの奪三振に対して13イニングなので1は超えていないですけれども、やっぱりフォアボールが1つしか出ていないと、この安定感も素晴らしいですね。制球が常に安定していて、やっぱり他の2軍投手とは明らかに格が違いますよね。他の2軍投手はちょっとストライク取れるかどうかというところから始まることが多いんですけれども、上田投手はもうそういった域にはいないという感じですね。では上田投手の投球、何がえぐいのか、ここを掘り下げて見ていきます。上田投手の投球のここがえぐいというところなんですけれども、直球のスピード自体はそこまで速くはないですね。140キロ前半ぐらいですかね。でもキレを感じるという投球なんですね。例えば元千葉ロッテの成瀬投手とか、そういったイメージですよね。打者がインコースの厳しいボールとかを弾き返すことができない、詰まってしまったり手を出すことができなかったり、そういった投球ができるんですね。スピードが速くなくても直球で押し込むことができるというピッチャーです。そしてフルカウントになったとしても変化球で問題なくストライクが取れる、これも素晴らしいところですね。変化球でストライクを取るのに四苦八苦して、直球甘いところを投げて打たれるとか、そういった2軍の投手にありがちな投球っていうのはほとんど見られないですね。フルカウントになっても問題なく変化球を投げると。変化球もカウント取るだけでなく大きく落ちるボールとかで三振も取れているといった投球が見れました。そしてマウンドでは堂々とした態度、投げっぷりの良さというところで、メンタルの強さというところも見える投手です。では上田投手の完璧な投球、パーフェクトの投球を前回の登板でしたわけなんですけれども、首脳陣もこの投球とても高く評価しています。前回ホークス戦でパーフェクト投球を見せた上田投手に対して、片岡二軍監督はこのようにコメントしています。状態が良かったと思う、四球もなかったし彼の持ち味でもある、本来の投球に戻ってきたと思う、ボールの出し入れも良かったし投げるごとに良くなってきているということで、上田投手の調子がどんどん上がってきていて、素晴らしい投球ができるようになったという評価ですね。そして上田投手本人もボールも安定していたし、右バッターに対してアウトコースの出し入れがうまくいったので、こういう結果につながったと思うというふうにも話しています。この試合私も見ておりまして、アウトコースへの、例えば右バッターのアウトコースに入ってくるスライダーとか、そういったボールっていうのも有効に使っていましたし、インコースの直球もしっかりと使っていて、コースに投げ分けられているという印象でしたね。そしてゼロを重ねてからも初回のような気持ちでマウンドに向かっているというような話がありました。やっぱり1イニング1イニング丁寧に雑にならずに、そういった投球ができているのかなという印象でございます。続いて岡田監督が褒めた上田投手の投球術ということで、阪神の岡田監督が評価しているポイントも見ていきます。2022年の阪神戦で上田投手が登板したときに岡田監督が解説をされていたんですね。その時に褒めていたポイントとしては、チェンジアップをインコースに投げられるというところですね。特に左対左でインコースにチェンジアップっていうのはすごく投げにくい、抜けることもあるからと、抜けたらデッドボールになったり、痛打されてしまったりするんですけれども、それがしっかりと投げられている、だから大したもんだと。そして左バッターにカーブでストライクで入っていける、初球からカーブとかで入っていけると、なかなか勇気がある投球だと思いますし、コントロールもあるからこそこういう投球ができるということですね。ストレートは当然のことなんですけれども、インコースでしっかりとストライクが取れると、このあたりを岡田監督はとても評価しているんですね。確かには2軍戦の投球を見てみても、ストライクを取ることに四苦八苦するということは全くなく、変化球でも当たり前のようにストライクが取れる、そしてストライク取るだけでなく厳しいコースでストライクが取れる、これが上田投手の投球になっています。続いて岡田監督が語るもう一つの上田投手の特徴と課題についても見ていきます。
岡田監督が語っていたもう一つの上田投手の特徴なんですけれども、腕の振りが変化球とストレートが変わらないと、こう評価していました。やっぱり変化球になると腕の振りが緩んでしまって、だからこそバッターはなんとなく分かってしまって、あ、変化球来るなという感じでタイミングが合わせられたり、タイミング崩されにくいというピッチャーって結構多いと言いますね。特に若手の投手とか、まあ、そこがないと、そして完成されつつあるピッチャーというところまで評価していました。武器はないけれども全てが平均点以上はあるという話になっています。確かに150キロを超えるような直球があるわけでもなければ、三振をバンバン取れるような決め球があるわけでもなく、でも全部が平均点以上ある、まあ、そういったピッチャーですよね。ただ岡田監督は課題として、150キロ近くストレートが出ればカーブやチェンジアップももっと効いてくるという話がありました。上田投手確かに140キロ前半というところで、このキレを維持した状態でもっとスピードが上がってくれば、確かにより素晴らしいピッチャーになっていくのかなと思います。続いて上田投手は松葉投手と入れ替えでローテ入りあるんじゃないか、こちらも見ていきます。松葉投手なんですけれども、2軍で3回4失点3月上旬ですね、まあ、こういった投球になりました。まあ、ただまだ調整段階というところで、まあ、そこまで心配はされていなかったです。9日1軍の西武ライオンズとのオープン戦で登板したんですけれども、5回3分の2投げて6失点ということで、まあ、あまりいい投球にはなりませんでした。全体的に球威があまりないなと、変化球もキレがないなという感じで結構簡単に打たれてしまっていた印象ですね。立浪監督はこの試合の後、なんとか5イニング2失点ぐらいで抑えてほしかった。5回ワンアウトで9番のホームランは防がないといけない。6回はボールが浮き出した。全体的にはいいところもあったし、次の登板までに修正してもらいたいというコメントですね。やはり松葉投手の投球に関して、まあ、特に9日の投球は厳しいなという感じでしたけれども、まだまだ期待しているという感じではあります。ただ上田投手がこれだけ素晴らしいピッチングをしているので、逆転してローテに入ってくる可能性も十分あるんじゃないかなと思います。続いて上田投手が掲げる今季の目標を見ていきましょう。松葉投手なんですけれども、2軍で3回4失点3月上旬ですね、まあ、こういった投球になりました。まあ、ただまだ調整段階というところで、まあ、そこまで心配はされていなかったです。9日1軍の西武ライオンズとのオープン戦で登板したんですけれども、5回3分の2投げて6失点ということで、まあ、あまりいい投球にはなりませんでした。全体的に球威があまりないなと、変化球もキレがないなという感じで結構簡単に打たれてしまっていた印象ですね。立浪監督はこの試合の後、なんとか5イニング2失点ぐらいで抑えてほしかった。5回ワンアウトで9番のホームランは防がないといけない。6回はボールが浮き出した。全体的にはいいところもあったし、次の登板までに修正してもらいたいというコメントですね。やっぱり松葉投手の投球に関して、まあ、特に9日の投球は厳しいなという感じでしたけれども、まだまだ期待しているという感じではあります。ただ上田投手がこれだけ素晴らしいピッチングをしているので、逆転してローテに入ってくる可能性も十分あるんじゃないかなと思います。続いて上田投手が掲げる今季の目標を見ていきましょう。